はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、今ね、今日ここ、ガントリープラザ州立公園というところに、来ております。はい、今日のね、7月4日でございます。7月4日といえばですね、アメリカは独立記念日ということで、今回のね、動画なんですけれども、ニューヨーク独立記念日といえばですね、花火、こちらがね、もう最も有名でございますので、今回この花火をですね、もう独占的に、撮って皆様にお届けしようというね、そういったゴージャスな企画でございます。はい、というわけでね、今ねちょうどね7時40分なんですけれども、花火が始まるのがですね9時25分でございます。はい、でね、9時25分から、9時25分から約30分かけてですね、7万5000発、このね7万5000発の花火が一気に30分で上げ切ると、そういうね、すごいゴージャスなね花火でございます。はい、提供はねメイシーズ、有名なね、7番街と34丁目にあります、あのメイシーズのデパート、あれが主催をしてですね、7万5000発の花火を30分で上げ切るというね、もうねとてつもないね、花火大会でございます。はい、ここね、今ね公園に来ているんですけども、ちょっとねご覧いただきましょう。はい、いかがでしょうか。もうこんなにね、もう花火を見るために、今からねまだ2時間も待たなくてはならないのに、こんなにたくさんの人が、集まってきております。はい、でね、これがね、あのロングアイランドの、ペプシコーラの大きな看板でございます。はい、これねマンハッタン側からね、綺麗に見ることができます。はい、このペプシコーラはですね、なぜここにあるのかは分かりません。はい、でね、これがね実際にね花火が上がる船でございますね。はい、その後ろには提供であるメイシーズのですね、大きな看板が、見ることができます。はい、これがね、消防団が出している放水でございますね。ジュライフォース独立記念日を祝う、放水でございます。はい、これはね結構見どころですね。でね、この花火大会なんですけれども、実はね今回はイーストリバー、マンハッタンの東側にね、流れる川で上げられます。はい、というわけで、なぜ、今回のマンハッタンから見ないでロングアイランド側から見てるかというと、ちょっとね絶景をまずご覧ください。はい、いかがでしょうか。この素晴らしいマンハッタンが一望できる場所、これはね絶景でございます。はい、というわけでね、今回の動画はこのマンハッタンを背景に独立記念日の花火を見ようと、そういうね、企画でございます。はい、でね、花火なんですけれども、9時25分か、そこからね30分間で上がるんですけれども、今からねまだ2時間も待たなくてはならないということで、2時間後にですね、また動画を再開して、お届けしていきたいと思います。はい、というわけで今回の独立記念日のゴージャス企画、マンハッタンを背景に、花火を見ようと、そういう企画、ぜひお楽しみいただければと思います。花火はですねノンストップ、ノーカットでお届けしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。はい、今ねちょうどね9時ぐらいになりました。だいぶね日が落ちてきて、マンハッタンのですね、ビルがすごく綺麗にライトアップされてきましたので、ちょっとまずね、花火の前にこちらをご覧ください。はい、いかがでしょうか。この綺麗にねだいぶライトアップされてきたマンハッタンでございます。はい、でね特にね見どころはこのエンパイアステートビルでございます。はい、ちょっとね拡大してみましょう。これはねちょうど今ね少し見にくいんですけれども、赤と青と白のね、アメリカの国旗の色を、しております。でね、これがね徐々にねあの色が変わってくるんですよ。ほら、これはね独立記念日のね、スペシャルな特別なですね、ライトアップになっております。これがねもう年に1回しか確か見られないんですよ。はい、これねなかなか貴重な、絵でございます。はい、というわけでね、あと30分ぐらいになりましたので、もう少しね、待って花火を、お楽しみいただければと思います。
はい、というわけで今回の動画なんですけれども、ニューヨークから、独立記念日の花火、こちらをね、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。この迫力がね、動画を通して伝わればと思います。今回の動画面白かったと思ったらぜひ高評価、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。それではまた。